くしくもこの2人は前回も同じ3区を走りました。阿部が区間2位、そしてこの真船が区間11位。その時は真船は負けました。ですからその悔しさがあるんでしょう。ここはなかなか差が縮まらないという現在の4位追い争いです。あの辺りが眠いんじゃないかな。後ろから来てるともおそらく気づいてるでしょうからね。あたりは真船が2位で守っています。その前の2号車みんな寝ればいいじゃん。はい、再びこの2人の並走をお伝えします。先頭との差はどうでしょうか。先頭の差はどうでしょうか。2分21秒で東海大学のこれは大山学園生活だよ。眠いんだよ、目がそうちゃん、そーっとなでなでしてあげて寝ちゃうから。ほら、ね、やつなでなでしたから。松崎は1年生、名門校の高校のカプテン、全国高校生でも寝ちゃうよ。3年連続で出場しました。高校2年生の時には全国優勝も経験しました。そして今横に並びました。少し前に出ようとした上手だね、そっちゃ。こちらも名門大分の大分東明高校の出身です。先ほどもお伝えしましたが、来年